今日はベテラン愛好家さんに接ぎ木の講座をしていただくことになりました。よろしくお願いします。そちらの苗木はもう接ぎ木する前のものですか？そうですね、接ぎ木候補ですね。接ぎ木候補ですけど、この辺つがっていいんじゃないの？もう悪い。うん？端が悪い。あ、端が悪いことね。端木？端木っていうのかな。はい、すみません。呼び継ぎね。こういう方を触っていいの、はい、見てどっかここについてあるか、どっかこんな感じで継ぐ感じですね。まあ端が悪いって言われるんだけど、そうするともう上の方全部捨てるイメージですね、これ。ああ、そうそうね、それを生かすで、これ見るとここにいいあれがあるから、うん、ここへ着いたらどうかなと思うんですけど、持ち主さんどうですか？そこでお願いします。次も、うん、例えばさっき取ったけど、この辺へこう告げれば、こっちへ流すか、こっちへ流すかですよね。木の流れとして、こう流すか、こっちだとちょっと下がらない。ね、こっちだと模様木にね、どっかこの辺の小枝で、この辺の小枝生かして。すごい道具の数です。うん、全財産持ってきた。これが元のやつだから、もうこれを取って、あとこれを取って、これを伸ばす。ここは取って、これいつまでもこのままちょっと悪くて、次穂にする位置っていうのは、だいたいこう、ここって決めたら、そこのところでもう切り込みを入れちゃって、切り込み入れちゃいますね。じゃあ次気をつけ、だからこういう素材があったら買ってきて、こういう技術があると、例えば刺し穂のどっちに入れたいかによって、刺し穂の先端をどっちに持ってきたいかですね。で、直角に切り込み入れたり、斜めに入れたりする、まあ、直角に入れた方が、形成層のあれが合わせやすいことは合わせやすいですよね。形成層のところまで切り込み入れちゃいます。というか木質部、木質部まで入れちゃう。木質部まで。で、この上下の両側にこう楕円形のこんな木質部がありますんでね。そいつをこうやって入れ込んで形成層を離着させるいうことですね。差し込むの？そこへ。うん、ぴったりとね。できれば眼鏡が曇っちゃう。こんな感じですかね。それでできたらここの中へ、ここが辛い位置になるような深さが欲しい。こんな感じ。ああ、まあ、なるべくこの方をそうですね、近づけてね。で、結構すっぽり入ったんだけど、うん、ちょっと結構すっぽり入って、このままでもいいんだけど、細える、ちょこっとね、
それは箸で、うん、箸でも、ああいう結束バンドでもいいけどね。ああ、そうか、うん、結束バンドか、ボトルでいいよ。この削るとこが難しいんだよね。形成層まで。形成層というか、もうあの表面を多少削る程度でね。あ、そこまで削らなくても。うん、もう削らなくても、あの、くっついちゃうの？で。もうくっつくいうか、隙間に膨れてきちゃうから、この枝がね。うん、だでも剥がれんようになっちゃうんだよ。出れんようになっちゃうんだよね。V 字に掘ったのと違って完全にこう四角く掘ってあるから、うん、もう これで完全にはまっちゃうの。はまっちゃうの？うん。で一個ずつ穂を継ぐのもいいんだけど、うん、失敗する可能性があるんだよね。ああ、なるほど。うん、ただし継いでこの時期に継いで私のは5月6月にはもうあの結果が分かるでいいんだけど、どこだ？見え、あ、入った、きっちり入った。あ、ぴったぴったりね、ぴったしカンカンでしょ、うん、これでそれでここへこれが割り箸ですか？竹の割り箸ですね、たま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 持ってるやつで。竹じゃなくても大丈夫？あ、なんでもだ、木質、あの木片を当てて、あのまあ弾き出されることはないと思いますけどね。一応こんな感じで押さえ、上から押さえる、押さえ込んで、うん、それでここをあの針金巻くのか、針金巻くなり、あの結束バンド巻くなり、こいつ入れてもらえますか、そこの中に。杉穂と木片を結束バンドで留める、固定して。はい、はい、サンキュー。でもうあの奥の方からそっち側から行きますわ、はい、その下へ、はい、入れてもらって、こいつで通してください。あ、ちょっと待って、はい、それであとはカットパスタで、ああいうジェル状のやつでやるのもあるけどさ、あれはどうなんだろうね。中に入ってっちゃうでしょ、この接合部で。そう思っとる。そう思っとる。次この全周に丁寧に。なるほど。こんな感じで。見にくいでいかんけど、多分ここにも隙間があるはずなんだよね、うん、反対側にもね、下の方に水が入らないように止めると、うん、隙間に水が入らないように、うん、水入っちゃうともう隙にくい、あ、絶対に失敗っていうわけではないけど成功率は下がると。下がる、失敗に近いじゃない。失敗に近いですね。ああいうペースト状のやつは持って見える？持ってます。うん、じゃあまた後でやっといてください。はいはい、こんな感じですね。それでもうあとここへペーストでやれば完全に防水だもんで、いいとは思うんですけどね。これであと使わなかったら私の失敗いうことで。ごめんなさいってことで、ごめんなさいってこと、こんな感じですね。こんなことでこんな風にやってもらえば大丈夫だと思います。人間のやつ見せる。それでね、ここへね木製のストレッチャー作ってね、それごと動かした方がいい。木かなんか、あのもう何でもいいで、
こうやってやるとね、どうしてもここが。あ、そっからついたんだ。うん。うんうん、こっちの構想としては、うん、これが頭ですね。頭、ね。それでこいつを下げて、はい、それでまあ、ここから伸びたやつで、こう模様着作るか、また持ち主さんが別の構想があれば、県外にするとか。で、これを切り取る、切り取るタイミングっていうのはいつぐらい目安にします？目安1年もあればつくんですけどね。私が今日持ってきたのを見ていただけますか？じゃあこれがここについてあるんですけど、ここにね、 こっちからここへついて、こっちからこうついてある、うん、ここが次箇所ですね、はい、でこれが多分おととしだと思うんですけど、これがついたこの現状ですね。なるほど、うん、それでこれがその辺が元の木の、 元枝いうか、うん、まあ、これが成功すればこれ不要になるもんですから、うん、でここを陣にするように、丸みきのバカ人ではしょうがないから、ある程度シャリを掘ってね、景色がつかないかなと思ってやってます。でもこれでこの目が確実に切っても大丈夫ってこと、まあ、動いてますよねこれ、うん、動いてます ね完全に動いてますよね、うん、でこれもここ見るとここが癒着を流すように傷つけて、こっち側へ水が流れるようにしてやってやるの。じゃあここはわざと削って、うん、わざと削ってある、うん、わざと削って、水の流れが、養分の流れがこっちからじゃなくてこっち側から行くようにして、で、なるほど、ここの継ぎ木との部分で養分がよく行くようにしてあるんです。でまあこれ外してもいいんだけど、まあこっちがどっちみちもうちょっとここの景色が欲しいもんで、うんうん、当分置いていこうかなとは思ってますけどね。はい、こんな感じです、はいはい、まずは邪魔するような枝切っちゃいまして、はい、でここへつく予定です、はい、それでこんな感じですか。こういう風な流れでいくってことですね。こういう風に流れていって、こっち側から作ります。あ、それが、うん、正面がこっち側になるってことですか？そうですね。ここの正面、木の正面がそっち側ですから、うん、裏からついで、ここへ、あ、表へ出すだな。表へ出して、ここへ懐を作る感じ。こっちへ出しちゃうと、前へかぶされすぎるんだよね。頭が。うん、だからちょっと後ろ側からついで、この辺にたくさん枝があるもんで、まあ頭とかいろんな枝が作れる構想です。はい、でこっちのね、こういう風に座りのいいとこも探さないかんのだよね。ああ、そういうことだね。うん、あんまりこんなわけわからんとこからやると後の管理が大変でしょう。まあ、大丈夫でさ、うん、くっつけちゃったらいいけどね、うん、やるか。一つの鉢をぐるぐるに固定しちゃうと。そう、うん、その方がくっつきやすい。風が吹いてなんか動いたり、なんか動かさんことが一番。動かさんが一番だし、途中でどうしても触りたくなるでしょう。触りたくなります。そうするとこうやっちゃうとね、ここがずれちゃうんだよね、うん、こんな感じかな。こんな感じで左右の最下肢作って、こいつでこいつが頭にして、これで後ろ枝もう即できちゃうねこれ。よし、行きましょうか。深さがどうですかね、この辺の深さを。
それが慣れてないとどこまで切り込みを入れるのかっていうのが、まあ多少深いのはいいですけどね。浅いとどうしても弾かれちゃいますからね。やっぱり深いのはあのくっつく率が高いかも。うん、すっぽり掘り込みたいんですよね。ああ、なるほどね。うん、すっぽり掘り込んどけば、あの小枝が太ってきた時に弾かれる可能性がないもんで。いや、そうなこと言っとるけどね、結構失敗しとるんですよ。失敗せないと上手にならんて。うん、まあ、あのね、うん、失敗した分だけ上手になるね。だろうね。うん。だって、失敗せんと上手にならん。じゃあ、何回でもチャレンジですね。うん。失敗したらまた買えばいいんだから。そうすると、盆栽屋さんが儲かるから。そうですね。この状態にした方が安全ってことですよね。うん、完全にはまり込んじゃえば弾かれることないですよね。これが V 字型でこうなっとるとポーンと弾かれちゃう、うん、可能性がありますね。で、この枝と傷口をなるべく近く付けて、ここの隙間を作らないように。こんな感じでね。これでいいですね。枝と枝の間に、うん、その差し込むわけじゃなくて、枝の根元のところに、うん、これじゃあここがおバカさんになっちゃうから、うん、なるべく、うん、きっちりなるべくきっちりここでね、くっつけるように。そうすると左右左下しができて、根元から枝が出てる感じ、ね、うん、そうですね、幹の元から出るように。はい、ぴったり。さすがぴったりね。ぴったりですね。ぴったりです。つらい、これつらい位置になるからね。これ多少はもうちょい掘り込みたいけど、まあ大丈夫でしょう。よし、これでいきます。ここちょっと押さえておいてもらえますか。今回はクロスで締めるということ。そうですね。何でもいいから、うん、止まってりゃいいんですよ。ああ、なるほど、うん。動かさなきゃ。針金の方が簡単かもわからんし、その辺はまあやる方の好みもあるもんで、針金の方が簡単かな。だけどね、下足バドの方が締まる。締まる。うん。針金はね、うん、食い込んじゃうんだよね、うん、向こう側が。こっちは木が当ててあるから、うん、よし、これで大丈夫です。これでまあ、これこっちとのバランスもいいし、ここでね、止めてもらえば。いいと思うけどね、また後でね、ペーストを貼っといてください。はい、どうぞ。で、最後固定のためにガムテープでぐるぐる巻きにすると、うん、ここへ変な力がかからないようにね。1年以上培養するはずですから、ここがくっつくまで。まあ、うちへ持って帰るまでの応急処置ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。まさかこんなことになるとは思わなかった。これが1年経った。そうですね、去年のこんな時期に私が継いだやつです。完全についてます。これは何年くらいで、コブとか多少はなりますけども、まあ、ジンにしたりシャリにしたりしますんで、あまり気にすることないです。はい、継げば大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。森さん、ありがとうございました。